前日と定められていて、2月3日と決められているわけではないにゃ。その年によってずれたりすることもあるにゃ。一方、春節は中国の伝統的な新年のお祝いで、家族が一堂に会して過ごすことが多いにゃ。国や地域によって様々な行事が行われるにゃ。文化の違いを勉強することで新しい発見もたくさんあるはずにゃ。申し遅れたにゃ。春節の期間は首の後ろが赤くなる。猫先生でにゃーる。よろしくにゃー。早速一つ目のニュースにゃ。お祭りにゃんこが行く。2024年1月29日から2月12日10時59分まで。お祭りにゃんこ中国春節編イベント開催中にゃ。春節限定教習ステージお祭りにゃんこ春節編開催にゃ。襲い来る花火玉を倒してド派手な花火を打ち上げるにゃ。ステージクリアで期間限定のイベントガチャを引ける伝説の縁起物が手に入るチャンスにゃ。2月5日11時から春節セールの戦いが登場予定にゃ。採点報酬で重責がゲットできるにゃ。期間限定春節イベントガチャが登場中にゃ。新たに入手できる古びた卵 N204 は第3形態進化で猫獅子舞に進化するにゃ。他にも戦闘に役立つアイテムや経験値などがゲットできるにゃ。今だけの限定セールプラチナチケット販売中にゃ。超激レアキャラが必ず引けるガチャプラチナガチャで使えるにゃ。さらに伝説の縁起物やレアチケットがもらえるにゃんこミッションやログインスタンプもお見逃しなくにゃ。続いて2つ目のニュースにゃ。にゃんこ大戦争ついに世界累計8900万ダウンロード突破にゃ。春節記念イベントと同じ期間で8900万ダウンロード記念イベント開催中にゃ。超ゲリ経験値スペシャル開催にゃ。ゲリラ経験値ステージが大量出現中にゃ。黒い敵に強い猫たちを編成してたくさん経験値をゲットしちゃうにゃ。にゃんチケフェスティバルも開催中にゃ。時間限定でにゃんチケチャンス逆襲のカバちゃん逆襲のカオルくんスペシャルステージが出現中にゃ。にゃんピュータパックが新登場にゃ。にゃんピュータ77個とレアチケ3枚がセットになった独特なパッケージにゃ。大量のニャンピューターをどう使うかは次の2時間目で教えちゃうにゃ。毎日ログインで猫缶20個プレゼントもお忘れなくにゃ。あと100万ダウンロードで9000万ダウンロードにゃ。最近では海外でもたくさんの人ににゃんこ大戦争を遊んでもらえているにゃ。猫先生もそろそろハリウッド映画の出演依頼が来た時の準備を進めておくにゃ。教えて猫先生。ゲーム攻略恋愛相談何でも来い教えて猫先生のお時間にゃ。日頃の悩みを猫先生がゆるっと解決しちゃうのでにゃーる。まず投稿してくれたのはペンネームドンタコスさん。
戦闘アイテムが待っていて何に使えばよいのか分かりません。まずはスピードアップにゃ。スピードアップがにゃんこクラブゴールド会員、にゃんこ道場などで使い放題になっているときに、スピードアップを追加で1つ使うと3倍速でステージに挑戦できるにゃ。続いてにゃんピューターにゃ。にゃんピューターを2個使うことでクリア済みの一部のステージを戦闘スキップして報酬をゲットできるにゃ。ステージに挑戦するための統率力は消費されるから注意が必要にゃ。最後にトレジャーレーダーにゃ。使用するとステージのお宝やドロップ報酬を 100% 入手することができるにゃ。猫先生は限定キャラが入手できるステージや何度でも経験値が手に入る高難易度ステージでよく使っているにゃ。続いて投稿してくれたのはペンネームカルタイさん。好きな人がいるけど話しかける勇気がありません。にゃんこ大戦争って知ってる？この一言でその子と話せるかもしれないにゃ。猫先生は応援しているにゃ。続いて投稿してくれたのはペンネームナッキーさん。冬休みが終わってしまうのが辛い。長いお休みが終わってしまうのは確かに辛いにゃ。でもそんなあなたに朗報にゃ。なんと2024年は3連休以上が11回あるにゃ。冬の寒さも今がピークにゃ。体調を崩しやすい時期だからこそお休みをうまく活用するにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビアやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。次回もお見逃しなくにゃ。チャンネルを登録してにゃ。春節にゃん。